アロエベラの役立つ性質。アロエベラは、最も汎用性が高く、全体的に役立つ薬効のある植物の一つです。内服または外用のどちらの場合も、私たちの体に多くの効能をもたらすアロエベラは、数々の役立つ性質を持っています。自然薬品のお店や薬局で、場合によってはスーパーでも、 アロエと表示された様々な製品を目にします。しかし、ほとんどの場合はアロエを成分の一つとして含んでいるだけです。本記事では、アロエから直接取り出すゲルの部分をそのまま使う方法で、アロエベラの役立つ性質を最大限に活用する方法をご紹介します。アロエベラ、ゲルを取り出す。 アロエベラの葉からゲルを取り出すためには、3年から5年育てたアロエを使うことがおすすめです。水を与えずに、3日待つと、ゲルがより濃縮されます。一番大きくて一番外側にある葉を切ることから始めましょう。普通はアロエの木の一番下についていますので、なるべく清潔なまま切ることを心がけましょう。その後、 およそ5センチの幅に切って、さらに半分にします。ゲルで治療したい場所に直接当ててください。残った部分は、ラップに包んで冷蔵庫で保存して後ほど使えます。ただし、時間が経つと、ゲルの性質は弱まるため、保存は二等以内にしてください。アロエベラ、ゲルの性質、消毒薬、 最近の侵入を防ぐ保護バリアを傷の上に作る。殺菌、抗炎症作用、肌の再生を助ける。アロエベラのゲルは、肌の様々な問題に使用できる自然療法薬です。アロエベラ、ゲルの利用方法を、切り傷、すり傷などの軽い肌の傷、傷を治すだけでなく、アロエは跡が残りにくくしてくれます。 傷跡を消すためには、1日2回アロエベラをずっと使い続けてください。時間はかかりますが、効果がある治療法です。やけど、痛み止めとして効くだけでなく、感染症や跡が残ることを防いでくれます。虫刺され、虫刺されの近くに直接アロエベラを塗ると、痛みが減って、治りが早くなります。感染。 感染が発生しているそれぞれの場所に、1日2回、30日間塗ると、かゆみや肌の角質が減少していることがわかるでしょう。ニキビ、アロエベラ、ゲルを継続的に使うことで、ニキビが消え、いつまでも残るようなアートができることを防ぎます。局所感染症の治療、物モ,モラい、ヘルペス、水虫などの治療にも効果的があると言われています。 アロエベラ、ベラのもう一つの使い方は、脱毛後のケアで、特に顔に最適です。肌に直接塗って治療することができますし、黒ずみなどの問題を予防することもできます。